東京湾。東京湾は、日本の関東地方にある、太平洋に開けた湾である。南に向けて開いた湾であり、浦賀水道が湾口となっている。現代の行政上、講義では、千葉県館山市の須野崎灯台から、神奈川県三浦市の県崎灯台まで引いた線をび、陸岸によって囲まれた海域を指す。近世以前は、東京湾全体を指す固有名詞はなく、 現在の古称は、明治維新後江戸が東京と解消され、複数の両生国に囲まれた湾であることから、湾岸における最大の都市名を付けたもので、地形図では東京湾、海図では東京海湾の表記であったが、最近になって東京湾に統一されたものである。なお、近世の東京湾を指すとされる江戸湾という語は、近年になって作られた語、造語であり、 明治時代以前にあった言葉ではない。江戸時代には、江戸前や、江戸前海などの呼び名があり、江戸前とは魚場を示す言葉であり佃田沖の魚場のことで、あるが、江戸前海とは、房総沖などと並ぶ、ある範囲を持った海域のことで品川沖から火災、辺りまでは包括していた。しかし、湾全体はた案に、武蔵相模かずさしもの内海、あるいは、裏海のように呼ばれていた。 その後の幕末や明治初期の記録文献類に登場する現在の東京湾に相当するの名称も、ほとんどが内海となっているが、内海という言葉は、江戸時代以前に北東の下草日立国境付近に存在していたカトリ海に対しても用いられるので、昨今では区別のため、古代以前の東京湾のことを、古東京湾や奥東京湾、中世から近世までの湾を、江戸湾、 江戸内海などと呼称することが多い。国際 MX センターによる東京湾の基本データ2009年時。競技には三浦半島の観音崎と房総半島のふ津つみを結んだ線の北側、図のピンク色の範囲。講義には三浦半島の剣崎と房総半島の須崎を結んだ線より北側、すなわち浦賀水道、図の水色の範囲。 外湾と呼ぶ場合があるを含んだ海域を指す。競技の海域について、気象庁の津波予報区としては、東京湾内湾と称する。競技の東京湾の面積は9 2 2トル抗義の面積は1 3 2 0トルである。千葉県、東京都、神奈川県に面する。内湾部の推進は、比較的、浅く、ふっつみ先沖には、 中の瀬と呼ばれる台地が広がる。多摩川、鶴見川、荒川、江戸川、尾渕川などが注いでいるが、湾口が狭く、外目との海水の交換は行われにくい。そのためたびたびプランクトンの異常発生である赤潮が発生してきた。外海に面している浦賀水道の水質は良く、加えて黒潮の影響を受けるため暖かい水を好む南方系の魚や、 産後も生息している。特に、夏には、沖縄近海で見られるような魚、死滅海遊魚の姿を見るともできる。江戸時代から現代にかけて、沿岸や浅瀬が、相次ぎ埋め立てられた。これにより、湾内には明治、大正期に作られた、海宝をはじめ、七十を超える人工島がある。対して、自然島は現在横須賀市沖の佐島及び、巨南町沖の浮島。 千葉県等がある。かつて、アシカ島など湾内では、日本アシカが繁殖し、数多くのイルカやシャチ、コククジラやセミクジラなど大型のクジラ類も見られた。また、袖ヶ浦や、浦安沖から、ワンオーブなどでよく見られた、クジラ回しと呼ばれる光景、流すクジラ化が海面で行う、祭事行動は、冬の風物詩の一つとされた。現在でも、土クジラ、ほぼ消滅や、 マッコウクジラなどが、浮島、千葉県や立山湾など湾口に集結することがある。三浦半島の佐島など周辺海域にもクジラが、海遊していた。スナメリは現在では滅多に見られない。ジンベイザメやマンタ、マンボウなどの大型海遊魚類は、立山方面で見られ、ミツクリザメ、ダイオウイカなどが発見されることもある。もともと遠浅で、砂地の海岸が多かったため、 各所で埋め立てが進められてきた。埋め立て地の大部分は工業地帯もしくはベッドタウンとして利用されている。現在残されている自然の砂浜は千葉県の木更津以南のみとなっている。横須賀港、横浜港、川崎港、東京港、千葉港、木更津港があり、横須賀港には米軍横須賀基地や海上自衛隊横須賀地方大基地がある。 京浜工業地帯と京葉工業地域は、加工貿易で国を富ませてきた日本の心臓部である。バブル景気の頃から、オフィス街、臨海副都心と幕張新都心も開発され、バブル崩壊後は、超高層マンションの建設ラッシュや、大型ショッピングセンターの新規オープンなどが相次ぐ。外湾部では、陸から離れた沖の海底は、急激に深くなっており、 水深500メートル以上に達する東京湾海帝国が認められる。海帝国は相模トラフに合流する。この海帝国には河川を通じて東京湾に流れ込んだ有機物が沈殿しており、栄養が豊富な深海という得意な環境が東京、江戸の都市化と共に形成されてきた。そのため、メガマウスやミツクリザメなど世界的に希少な深海魚が捕獲されることがある。 十二万年前は現在より海水面が高く、房総半島は島であった。この頃の内海を指して古東京湾と呼ぶ。旧石器時代は最終氷期にあたり、氷河が発達していたため海面が現在より著しく低く、浦賀水道付近以北は陸地となっており、古東京川と呼ばれる川が流れていた。六千年前には縄文海進と呼ばれる、 海水面の上昇があり、関東地方の海水準は、現在より3から4メートルほど高かった。東京湾は、渡瀬川河道では、群馬県大浦郡板倉町付近まで、利根川河道では、埼玉県川越市付近まで湾入したことが、海塚分布から裏付けられる。この頃の東京湾を指して、奥東京湾と呼ぶ。また、このうち、大宮大地の西側の水域は小入間湾とも呼ぶ。 かつては、武蔵国と下宇佐国の間は広大な提出地帯で、通行に適さなかったため日本初期、古事記で、大和武が、また、律令時代の東海道も771年、以前は、相模国三浦半島より湾を渡って、和佐国防総半へ至っている。鎌倉時代にも交通路として利用されていた資料が、残る。中世には、海賊州も活動し、 戦国時代には後北条氏と里見氏の水軍の争いの舞台にもなった。江戸時代には東海戦や村海戦などの和戦による水運が行われ、後期には外国船来航に対する湾岸防備のために品川沖に台場が築かれている。長らく鎖国状態にあったが、黒船来航の後に日米修好通商条約が結ばれた結果、横浜港が開港された。 1945年、昭和20年9月2日には、東京湾、浦賀水道の城ヶ島と立山の間あたりに、停泊中のメリカ海軍戦艦、ミズーリ観上で連合国各国代表が見守る、中、日本政府代表が降伏文書に署名して、第二次世界大戦が終結している。東京湾、江戸湾は、多種、大量な魚介類を産し、かつては、 世界最大の人口を誇った大都市、江戸の人々の胃袋を満たしてきた江戸前も参照。明治時代以降、沿岸や流入河川の流域では都市化、工業化が進み、埋め立て地拡大に伴う干潟など自然海岸や浅瀬の減少、水質悪化が深刻になった。特に1970年代に環境汚染はピークを迎え、海の生き物は激減、一時は 死の海とまで呼ばれる状態にあった。その後、環境保全の取り組みが進み、様々な生き物が戻り、豊かな生態系を取り戻しつつある。水質の改善も進んでいる。2015年に135年ぶりに再確認された麦わらエビのように貴重な固有種も見られる。一方、夏場には状態的に貧酸素水害が発生するなど、まだ取り組むべき課題はある。 水質改善により、東京湾には多くの種類の生き物が戻ってきたが、個体数はそこまで増えていないと考えられている。実際に、東京湾の漁獲量は2000年に入っても、環境汚染のピークだった1960、70年代から増えておらず、横ばいが続いている。1960から1970年代の東京湾沿岸部の埋め立ての際、 埋め立て土砂を海底から採取し、流れの悪い春節くぼ地ができた。ここに貧酸素水害と栄養塩が溜まり、嫌気性細菌により大量の硫化水素が発生、青潮の発生源の一つとなっている。現在、東京湾では約1億メートルの春節くぼ地が存在する。沿岸の埋め立てに伴い干潟面積は大きく、減少しているが、海水の浄化作用があること、 海生生物や野鳥の生息に欠かせない自然環境であることから残された天然の干潟に対する保護運動が起きいる。現在東京湾に残る干潟は以下の通り。干潟は東京湾に生息するスズキやタイ、貝類など日本固有種を含む漁業価値の高い魚介類の稚魚の生息地となっており、これを保護、拡張することは環境面のみならず、 東京湾の漁業や観光、釣りなどの事業価値を高めることにもつながるため、その価値は大変高いものである。港区のお台場では、砂を運んで人工の干潟を作る試みが行われている。この人工干潟では、アサリをはじめとする生き物が戻りつつある。雨水も、家庭排水などの下水も、下水道を通じて、下水処理場まで運んでいる場合、 大量の雨水が下水道に流れ込んでしまい、下水道管で受け止めきれなかった一定量については、お水未処理のまま河川の公共水域に放流せざるを得ない状況が発生しており、大雨時には放流海域での大腸菌数の増加など、環境影響が発生している。科学的酸素要求量、COD の上昇などで示される、東京湾の水質オダは、 不栄養化の原因物質である窒素、リンともに約7割が、家庭排水によるものであり、その主たるものは糞尿である。対策として、合併浄化槽の整備や、下水処理場の高度化、合流式下水道の改善などが行われている。東京湾内の浮遊ごみ及び浮遊油を回収する、目的で運用されている船。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。